やっほー、こんにちは。ベリーダンサーのタズコとメロニです。さあ、生演奏で踊ってみようドラムソロシリーズ4週目、4回目、もう1ヶ月経つよ。すごいね。どんな感じですか、皆さん楽しんでますか。さあ、今日のリズム早速行ってみたいと思います。どうぞ。いかがだったでしょうか。今日はめちゃくちゃイージーですね。超簡単なリズムになってます。しかし簡単だからといって手を抜いてはいけません。リズムの解説をお願いします。最初が小さくて後半が大きい。これをどう表現するかっていうところにダンサーのかかってると思います。で、ハードル上げてるけど大したことやりません。じゃあ踊ってみよう。びっくりした。何もやってないでしょ。ショルダー趣味、ショルダーバンプしかやってないの。シンプルな音はシンプルな動き、これが私のルールです。実際いろいろやりたくなっちゃうんだけど、やらない、潔くシンプルにシンプルにシンプルに動くっていうことを私はいつも気をつけて踊ってます。それはちっちゃいでしょ。で、投資で見てくれるとわかるけど、これザーの後のやつなので、多分頭いっちゃってるんですよ。頭振りすぎちゃって。だからここで呼吸を整えつつ、ちっちゃな動きから復活していくっていうイメージで私踊ってます。で、大きな音になってくるともっと大げさにやりたいの。でもシンプルな動きじゃん。だからオーバーに体を動かすだけだとやっぱちょっとなんか印象薄いなって私は個人的に思ってて、そこにちょっと表情をつけてやるとなんかちょっとエンターテインメント性が出るのかなと勝手に思ってます。あとこの前のセクションがね、ザーとかって言ってこう頭振ってちょっとリチュアル的な儀式っぽい感じなので、そこからのなんか世俗帰りっていうの、帰ってきましたよみたいなこともちょっと皆さんの元へ帰ってきましたみたいな気持ちも込めたいので、表情をあえてすごい作るようにしてここは踊ってます。叩いてる人はどんな気持ちなんでしょうか。聞いてみましょう。難しいな。無心だそうです。無心で叩く、これも一つの心理ですね。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。また来週。